い、どうも、ジャリガクションの岸田です。宮島です。今回は宮島くんが大嫌いな PT がいるっていうことなんでそれはちょっと聞いていきたいなと思ってるんですけど、ここまであれですけど最近ね、ツイッター投稿してて、はいはい、ネガティブなリツイートする人っているじゃん。あれがちょうど最近あって、本当になんか嫌だったのね。何されたの？ミスリードですよねみたいな。俺が出したツイートで、いやこれってこうなんだから、こういう風に言い切っちゃうのはミスリードですよねみたいな引用リツイートをされて、でそういうのってやっぱさ、通知で来ちゃうわけじゃん。で見るじゃん。で見るとさ、もう本当に疲れんのね、うん、はーって気持ちになるの。結構気にしそうだもんね。そうそうそう、がっかりするのね、うん、俺なんかツイッターってさ、あんまりイメージしてない人いるかもしれないけど、引用リツイートでネガティブなこと言うのって、誰かがみんなに向けて言ってたことを、ねえねえあの人さ、 こんなこと言ってたけどさ、それって絶対おかしくねって違う人に、その言った人が聞こえるように言ってるようなものなの。リアルで言うと、いわゆる、うん、そういうの分かってるって俺思ってるもん。なんかでもさ、訴えれば。いや訴えはしないけど。でもさ、うん、でもあれって開示請求出せば、名前、うん、ツイッター社に行ったらツイッター社が名前を教えてくれて、うん、弁護士に訴えてあれ出して、うん、で向こうが時代に応じなかったら裁判起こせることになってて、うん、まあ、俺もう結構調べたんだ、うん、あの弁護士さんいるし、友達とかもやられてたから、うん、まあ、思うんだけど、ちょっと話それるけど、ツイッターでやってるやつら結構危険だと思ってて、うん、っていうのもさ、なんか噛みついていろいろさ言ってる人いるじゃん、うん、で明らかにこれ名誉毀損だなみたいな、うん、相手の名誉を傷つける意思があったかどうかってとこがあるなんだけど、明らかに人を小馬鹿にしたようなことをやってる。それっていろんな人にやってるじゃん。あ、そうだね。これ俺自分の会社に被害が及ぶことがあったら一気にやろうと思ってるのが、俺以外にもそうやってるやつにみんなに連絡して、それぞれがそいつを訴える。そうすると一人一人と裁判にならなきゃいけないのね。ここに対して弁護士が毎回立つじゃん、うん、うちとか会社だから別に何件訴えようが金は出すよって感じだし、うん、A さんっていう人がいて、ここは俺とかあとなんか何人かツイッター上にいる人たちに攻撃してるとしたら、うん、俺らは1回の裁判でいいんだけど、 A さんはじゃあ5人に誹謗中傷したら5人と裁判しなきゃいけないじゃん、うん、ってなると弁護士費用5回分かかるわけ。やばいよね。個人対法人だったら、まあ、明らかにその財源が違うから、うん、危ないことしてるよっていう。これはなんか別に自分が言われる分には、まあ、どっちでもいいからいいんだけど、うん、会社に損害がちょっとでも出た時点で絶対やってやろうと思ってて、うん、全部スクショ撮ってやるから。怖い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 。ムカつくじゃん。なんかそう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 、なんかさ、うん、事実じゃないこととか人のその考え方によるじゃんみたいなとか、うんうんうん、スタッフ一生懸命やってるし、うん、なんかそれをなんか色物扱いされて、うん、このスタッフが嫌な気持ちになるのは嫌だし、うん、それで損害が出たりとかしたら、うん、もう本当社長としてやるべきだなと思ってるから、まあ、一応もそういう辺の人たちはスクショは全部押さえてあるから、うん、まあ、なんか本当に被害出そうになったら、うん、連絡するよ宮島君に全部やり方を教えるから。ありがとう。で周りの何人かやられてるやつらに連絡してでみんなで訴えよう、で弁護士費用は出すからって、ね、5人から訴えればさやばいね。だって5回弁護士立ててちゃんとやってくださいね。やばいって。俺自身を誹謗中傷した内容ではないんだけど、 100% そうじゃないんじゃないですかみたいな感じです。なんてちょっと上げ足取るじゃないけど、うん、なんかそういうのあったりするじゃん。だから言ってることも正しいんだけど、ちょっとムカつくっていうのはあるじゃん。だからそういうのが結構積み重なるとなんかみたいなのがあって俺言いたいんだけど、そういうの言われるの嫌だったら発信するなみたいなとか、例えば議論をしたいだけなんですみたいな人いるかもしれないんだけど、ツイッターじゃん、学会じゃないんだからさ、ツイッターにそんな完璧な情報を求めないでくれよってやっぱ思うわけ。そういう世界じゃん、ある意味。なんかさ、絶対正しいって思うさ情報をさ言わなきゃいけないとかって言ったらさ、大臀筋の起死停止はここでさ、支配神経はこれですぐらいしか言えないじゃん実際さ。サイエンスとアートの違いとかをちゃんと分かってくれよ。アートな表現をさしちゃダメだってなったらさ、一つも面白くないじゃん。なんか、そうだから指摘のように入ってくる場合もあるのね。その人は間違ってるとかじゃなくて、純粋にそういうのを見て俺は傷ついてますと、腹が立ってますと、そういうのを見て俺はだからやめてくれって思うんだよ。そう、リプライなら俺ギリまだ許せんの。なんかリプライはまだ議論なのかなと思って、まあでもリプライもちょっと言い方が、そうそうそう、で言い方がちょっといや失礼だろみたいなやつとかはもう無視するんだけど、もう即だからその人も即ミュートにしたんだけど、分かってると思って、ツイッターだからって失礼でしょみたいな。例えば指摘することあっても、僕はこういう風に思っててこうだと思いましたけどどう思いますかみたいなとかさ、こういう文献がもうあったりして僕も日々悩んでるんですけどみたいなだったら、それは議論になるから、俺もさ、あ僕はこう思ってましたとかさ、おっしゃることもそうだと思いますってなるけどさ、いきなりさ、これミスリードだと思いますみたいなとか言われてさ、純粋に腹立ったよ。なんか匿名だからじゃない。そうそう、なんかね、うん、なんかどう思われてもいいと思ってるもんね。そうそう、そんなに真面目に考えてんのがすげえなって。いや、なんか受け流せないタッチだからさ、そういうのがあったから真面目に返信した時やったら大変な目にあって、すんごいストレスになっちゃって、そうリプライに超真面目に返してやったら、もっと冷静になってくださいとか、あなたなんか言われて、逆にムカーみたいになって、もうちょっと失礼があるリプライと引用リツイートはもう無視しようと思って、
俺はもう無視してんだけど全部インターネットといえどさ人に話しかけてんだよって思ってそう向いてないよね SNS に。俺は通用しねえやその理論そういうのが通用する相手じゃないよね。まあそうだねっていう話そういうやつはクソだとかカスだとかそういうんじゃなく俺は嫌い。確かに、うん、逆に俺らもそういう人に会うことないじゃん。同じ会社でいつも隣の席に座ってるやつとかにネット上で言われてるとかだったらさ、うん、ちょっと嫌な気持ちするだけどさ、ね、まあどこの誰かも分かんないしね。先生行きましょう。そうだね、まあ、ミュートって機能はいいよね。ミュートしてブロックして訴えればいいよそんな感じですかね。そんな感じです、ね、嫌いなセラピストの話出てくると思ったけど、うん、特定のやつじゃなかったってことね。そうそうそういうことをしてくる人、はい、嫌ですね。変なコメントするのやめてください YouTube に、はい、そんな感じで、はい、今回は宮島くんに嫌いな PT について聞いてきました。ここらの動画参考になったって方は高評価チャンネル登録してもらえると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。理学の学者でした。富宮島でした。働き方改革チャンネルでした。今うちの会社でメインでやってる授業が整体とピラティススタジオっていうのがあるんですけど、こちらでスタッフを募集しています。特にピラティススタジオの方はこれから100店舗を目指していくんですけど、まだ今店舗が少ない状態なので、今から入った方でもどんどんマネージャーとか管理職の方を目指すことができます。海外でも事業展開をしていく構想があるので、英語が喋れて整体とかピラティスやってもいいよっていう方は優遇しますんで、ぜひ来てください。具体的には、概要欄に整体のリンクとピラティススタジオのリンクを貼っておくので、そちらに登録して詳細を確認していただければと思います。海外希望の方はどちらかの LINE で海外希望を伝えてもらえれば検討させていただきます。まずはお気軽に登録してご連絡いただければと思います。